上杉館は、現在の新潟県上越市にあった、日本の城。現在の JR 直越駅周辺の府中と呼ばれた、港湾都市域に位置する。主な遺跡として、越後守護上杉市の館と、やや離れた位置に、関東管理上杉県勢の館があり、周辺にも比して、小規模な屋敷跡がいくつかあったが、いずれも開発により目星遺構は残っていない。 取得寺というあざなから、取得年間に、上杉謙章の母台を弔うために開かれた、取得寺跡とされてきたが、昭和50年代から調査が行われ、その規模や出土品などから、越後国が、守護所と見るのが有力となっている。伝取得寺などとも呼ばれる。関川河口付近の流通の要所に位置し、付近に、港津があったと推定される。異物群から、 遺跡の使用時期は11世紀から13世紀前半、14世紀末から16世紀初頭、16世紀末から17世紀前半に分かれる。中世前期は共演に使用されたと考えられる。はじきや、大量の貿易陶磁器、海遊陶器、鈴等などが出土し、越後国外機に属していたと推定される。13世紀後半の変容内視廃絶期を経て、 中世後半に、越後守護所となる。室町から、戦国時代、特に15世紀後半から16世紀初頭は、遺跡の最盛期であり、かつ越後府中の最盛期でもある。遺物量の急増し中国製天目茶碗、酒海壺、風呂、河原灯といった、河原木、海舟漆器、他地域に比べ多分化した、儀礼土器などが出土している。 二回以上の火災の痕跡があり、かつ一括して廃棄された遺物の年代から、15世紀中頃の火災は、越後守護神杉坊邸と守護大長尾氏との交戦、16世紀初めの火災は、栄章の乱によるものと推定される。栄章期以降は水美市、上杉市の藍水移行後に、堀市が福島城追記までの間に利用したのを最後に、廃絶するが、 中世後期の遺跡の最盛期と越後守護上杉市の清水は見事に合致する。直越駅から南方の地域に位置し、関川の自然堤防上に形成されている。15世紀に掘削された幅6から8メートル、深さ1.5メートルの堀以降が検出されており、一辺、約250メートルの方形の区画が想定されている。 東西王子が区画を分断するように走っているが、区画内の部分は、堀の廃絶後にできたものである。小立の石碑関東寒冷下見杉県勢の館で、本来の府中の中心域からは、外れた位置にある。現在は、主角中心部に位置する公園に跡地を示す石踏みが、立っている。上杉県心が、工事年間に造営したとされ、県心死後に勃発した。 おたての乱の主戦場となり天正7年落城した。その後、堀氏が利用したとも言われるが、慶長5年時点で、すでに高地化されている。異物も16世紀代のものが中心で、国産、白菜陶磁器などが出土している。直越駅の西南約700メートルの地に位置し、低湿地を開発して造営された。幅約20メートルの堀で囲まれた。 東西約120メートル、南北約150メートルの四角があり、東西にここがある。五つの車で構成され、堀を含めた上間の外角は、東西約250メートル、南北約300メートルで、船井随一の規模である。建物や庭園、井戸跡が検出されている。府中には守護の迎賓館である、四徳寺長松院があったことが知られており、これが、 首都九間の南堀に接する東西、約200メートル、南北約170メートルの地域と推定されているが、異論もある。首都九間の北東部には尾立、首都九間に次ぐ3番目の規模を持つ田島屋敷があり、守護代長尾市の館と推定されている。近代まで土塁が残っていたが、直江津駅と鉄道関連施設の建設に伴い消滅した。 他にも奉行人の屋敷跡や屋敷跡を伺かがわせるあざなが存在した。ありがとうございます。